こんばんは。5月10日、10日ですね。明けて11日です。11日の午前1時18分です。こうあれなんですよね。こう夜撮ると、こう明かりの照明の具合でですね、ちょっとここら辺ちょっと出ると暗くなっちゃうんですけど、すいません。すいませんって別にね、いいんですけど。今日というか昨日は、なんだっけ、全員協議会というのがありまして、議員さんと議会事務局の職員さんとで、話し合いがあったんですけど、何が話し合われたかっていうと、会派、それから、常任委員会、それから、それは自分に関わることなんで言ったんですけど、他にもっといろいろね、あったんですけどね、そうですね、その会派の方はですね、正式に、5月1日から、決まってるんですよね。で、今日はこう、用紙ももらったんで、私はですね、新政策研究会という会派に所属させていただくことになりました。幹事長が、香川博之さん幹事長ですね。それから吉田豊彦さん、小林智明さん、柴崎富雄さん、それから私の元と5人の会派です。黎明21さんが最大会派で8名なんですけれども、それに次ぐ会派になりますね。保守系の会派ということで、保守も革新も今や、なんだろうね、なんだかこう、そんなに行田における保守の、なんだろう、行田における保守がどういうもので、革新がどういうものかっていうのも、まあいまいちあんまり分かんないところもあるので、あんま僕そこの保守革新っていうのはあんま気にしてませんけど、まあ、それよりもね、具体的に何をやってるかってところでしょうね。どんな議案に、どういうふうな考えを持って臨んでいくかっていう感じじゃないですかね。いよいよもって、だんだん始まってきた。そうですね。いろいろね、もらったんですよ、今日は。もらったというか、もらったんですね。もらったものがですね、まあ、いろいろあって。よいしょ。ざっとこれぐらいもらいました。これを、まあ、やっぱ目通します。頑張ります。はい。目通さないことには分かんないですもんね。まあ、目通して分かるってわけでもないかもしれないけど、まあでもとりあえず目は通さないと。はい。です。で、14日には、臨時の議会があるんですね。14日の臨時の議会での議案もですね、市長の方から出されていますので、それについても目を通して、こちらですね。こちら、市長の方から出されている議案6、6つあるのかな？ 6 個の議案が出されております。僕はまたなんかちょっと後で、この資料もスキャンなりしてアップしようと思います。これについての、これはもうね、決まっているんですね。なんだっけ。専決処分。ん？かな？違う。これは委員会に、下ろして審議することなく、なんだっけ。委員会付託することなく、決議をすることが決まっているって言ってたかな。多分、まあ、前回の議会でそう決まってるんでしょうね。という気がしますけど、これも、これについての、議事が14日にあるのかな。っていうのは勘違いなのかな。そこら辺、そんな程度の私理解力ですけど、未だに、いろいろあります。まあ、なんとかですね、知識を詰め込んでいこうと思います。
それではまた明日、深谷でのお寺での展覧会もですね、いい感じに、土日終えて、まだ今週木曜日までありますので、よかったら、はい、という感じです。ではでは、また。